こんにちは、リアルアイディです。イエイ。今日は福井県の鉾島っていうところにやってきました。ただおそらく僕この動画のタイトルって全然違うところにしてるんじゃないかと思うんですけれど、今日はですね、実はキャンさんと合流するために福井県までやってきました。キャンさんは石川県民でございます。ちょうど日暮れの時間なんで、ここで夕焼け撮ってみようと思います。今日はこれからキャンさんと群馬県に行こうっていう話になっているんですけれど、キャンさんなかなか社畜なものでして、夜の9時ぐらいに仕事が終わってから来てくれと言われておりまして、で石川県に行く道中福井県に寄り道して、こうやってまあ夕景を撮ってるところです。まあついでにこれから晩ご飯でも食べてから行こうと思います。どうも、キャンでーす。いやね、おい、開けろよ。八海山着いたぞ。はい、行きましょうか。お、キャンさん、ここ駐車場からめっちゃ絶景じゃないですか。なんでもっと早く起こしてくれなかったんですか。あなたが起きなかったから。やりでは今からロープウェイ乗っていきます。レッツゴー。本日は赤井さんロープウェイにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。この先鉄塔を3本通過いたします。鉄塔通過の際前後に揺れますので、足元には十分ご注意くださいませ。これなかなか綺麗ですね。綺麗だよ。展望台、展望台行きましょう。360度ですね。365は1年間ですね。お、展望台あれですか。なんか小屋が見えてきました。ちょっと大丈夫ですか。なかなかの設計でございます。奥の方若干雲海になってるんじゃないですか。あれちょっとあれ望遠取りましょうよ。キャンさん何やってんすか、それ。ああ、よく見える。やば、よく見える。それ昔奈良にいた引っ越しおばちゃんです。黒田寛平。やば、優雅なひとときを過ごすキャンさん。社畜のキャンさん、お疲れ様でした。最初なんかここ SNS で調べた感じ大丈夫なんかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ綺麗でしたね。やばかったっす。そば。ほんで今度はね、赤谷湖にやってきたんですけど、またここで御城印をもらえるらしいです。
キャンさんここ地味にモミジ来て。モミジ。次は赤谷湖のダムに到着。これ反射が。お結構なんかリフレクションいい感じですねこれ。ちょっと青空がもうちょっと欲しいかな。お、展望台って書いてる。ちょっと行ってみますか。展望台行きましょう。展望。なんかその展望台っていうのはどうやらこれっぽいですね。展望台っていうほどなんか眺めが俯瞰できる場所ではなさそうですけど。まあまあ広くは取れそうですね。ダム湖100点です。他にどこが選ばれとんねん。ここもでも海抜で568メートルとかもあるんですね。お次は何やら面白いところやってきましたよ。入り口で三脚とストロボ NG って言われちゃいましたね。持ち込みからそもそも。まあでもね、実は私今日ね三脚持ってきてないんですよ。やば。スリックもハスキーもバンガードも全部持ってきてるっけね。忘れただけじゃん。手持ちだけしか持ってないっていうね。でもこれは OK らしいんでね。ここセーフ。おーなんかすげえ。おバラの花、なんかこういうとこに似合う感じのお花ですね。女の子が好みそうな感じのとこだな。ほんといっぱいなんかお願い事書いてるんですけど、並んでしまう。こういうとこ男2人組でこういうとこ来るのってなかなかの場違い感がありますね。やばいね。選んだ人誰ですか。キャンさんそうだね。いやなんか結構登ってきましたね。これはいけないですね。ちょっとキャンさん、これやだ、恋人の聖地じゃないですか。ちなみにもその石はでもどういう意味だったんですか。自分の石を使われてなんかそれキャンさんらしくいい。そうです。さあ、いよいよ城攻めでございますな。お前を老人形にしてやろうかって感じのスポットはないんですかね。ああ、わかんない。あると思う。なかなか面白いところですね。やばい。お、キャンさん、これ真実の口じゃないですか。口の中に手突っ込んで嘘つきだったら手が抜けなくなるってこれですよね。あれ抜けないですか。抜けないですか。あれあれあ、嘘つきですね。あーダメだ。嘘つきですね。あなた嘘つきです。お、なんか優雅なんで、ちょっとここで私の写真撮ってくださいよ。なかなかでかいのがいますね。お、これはチン。お、ここすごいですね。なんかいろんな有名人のサインがいっぱい並んでますね。深いよ、深いよ。それ
のうちあれですね、YouTuber、PRI さんのサインみたいな感じでここに並ぶ日が来ますかね。いやー、来ないでしょ、最悪。なんか、1000円ですごい優雅な気分になれる場所でしたね。いい気分になりました。絶頂です。さあ、本日の晩ご飯でございます。やば。キャンさん。キャンさん。キャンさん。返事がない。ただの屍のようだった。